梅市に生まれて6歳の時から。一方の右の小川は柔道を始めたのは都立八王子高校に入ってからです。さあ決勝10分スタート。左を強引に掴んだ。小川、いいですよ、こうやられると。そうですか。さあこれから体を返そうという小川。耐えるか。場外です、うん、よく逃げましたね。よく逃げましたね。危なかったですね。こちら小川は193センチで130キロ小川169センチで75キロまさに大人と子供の体格差があります。この両者が同じ試合場で戦います。小川の場合うまいんですよね、ここのところが、はい、他の頭をですね常に下げさせようとしてるんです、うん、そしたらですね前に出てこれませんからね、はい、そこのところ引き手を持って攻撃をしていくと。そうでした。そうすることで小賀のスタミナを消耗させることにもつながるんでしょうか。そうですね、小賀の動きを封じることができるんですね。はい、両者にまず教育的指導が与えられました。もっと積極的に攻め合うようにということです。小賀は勝ちますと大会史上6人目の連覇達成です。小川はもっと動かないといけないですね、ええ、まあ、小川がですね確実に奥襟持って捕まえに来ますから、それと同じようにですね戦ってたらもうこれはもう面白くなくなります。はい、もっともっと小川は足を使わないといけないです。昨年バルセロナで行われました、失礼しました、ユーゴスラビアで行われました世界選手権で、小川もどうか。外です。明治大学の原監督も声をかけています。絶対に左を取らせるなという作戦が出ています。そうですか。相手は牛若丸だから振り回してもダメだとも言っています。はい、決勝は10分、まだ8分台です。先ほどの上村さんのお話ですと、この10分の前半はとにかく小賀が動き回ることが必要だという話をされましたね。そうですね、まあ、それをですね小川は完全に組み止めてますね今、今この状態だとですね小川は技出れないですね。はい、2分経過しています。これまでとはやはり小賀少し勝手が違うなという感じでしょうかね。そうですね、もうやっぱり大きさが違いますしですね、小川は2回戦上原、3回戦御嶽、準々決勝渡辺、準決勝三谷と両者に指導が行きました。2人に指導が行っています。届かないんですよね、小川の足では、あの小川のですね、はい、ところの深さといったら日本人離れしてます。小川の小内刈りでした、普通の重力でしたら足が届くんですが届かないです、なるほどね。こうしたの足の裏の大きさ見てましても全然違いますね。そうですね、まあ、30センチ越してますからね、小川はしのがないといけないですよ。さあここは小川としてはなんとかしのがなければ体勢が悪くなりますが待て。ただ小川もですね、はい、今までの重量級とは勝手が違いますか、戸惑ってると思いますよ今。そうですか。ただここで頭を切り替えていかないとですね、まあ、小川にうまいように取られてやられてしまいますね。さあここまでのところ見てますとやはり小川が左の奥襟をじきっと掴んでいるだけにですね、小川動くことがなかなかできない。もう完全な小川ペースですね今。小川ペースになってますね。3分経過します。残り7分です。強いに行った。いけないんですね。あれなかなか。小内刈りを見せました、小賀。
場内からの歓声は何か古賀の方にやや大きいかなという感じがしませんか。そうですね、やっぱどうしても日本人のちっちゃい人がですね勝ってもらいたいという気持ちを持ちますからね、はい。組手争いです。小川も慌ててませんね、はい、あの別に無理に取り組んじゃなくて、よく相手を見ながら取ってますから。確かにあの155キロの準々決勝の渡辺はこの小川戦で何かやりづらそうな感じでね、終始戦ってました。まもなく4分経過します。残り6分です。お互いにスタミナにかけては他に引けを取らない両者、まだここまで表情を見ていましてもあまりあれですね、疲れた表情は見られません。そうですね、やっぱり判断競技、はい、指導が注意に変わりました。しかしながら両者ともに与えられた注意、両者イーブンです、はい、この2人はですね、まあ、大学卒業して、まあ、今年卒業しましたけど一番脂を乗り切ってる年なんですね、なるほど、はい、なんかスタミナもありますし気力もありますしですね、まあ、カードとしてはこれ以上面白いカードはないって言うんですけど ね、お互いに牽制し合うような形、外掛けを見せました小川。これだけ体の大きさが違います。193センチ、130キロの小川、169センチで75キロの小賀、大内刈りの小川。こんな風に突っつかれるとですね、小賀にとっては非常に不利ですね、はい。さあこれからどうでしょうか、寝技に持ち込むことができるかどうか。5分経過、ちょうど試合時間の半分経過しました。待て、こちら小川、東京都立八王子高校から明治大学、そして今年 JRA 中央競馬会に入りました。こちら小川、柔道の名門の世田谷学園から日体大、そして現在は日体大の大学院です。上村さん、まあ、左側の古賀といえば背負い投げ、背負いといえば古賀と言われるほどの技を持っているんですが、なかなかかけづらいようです ね、あのやっぱりみんな知ってますからね、いいとこ持たせませんし、はい、そしてやっぱりかなり体も違いますから、そう簡単には投げれません。そうですか、どのタイミングが必要となりますかね。やっぱりですね、相手大きいわけですから、あの相手今まで以上にです、ね、引き出してそれから、はい、あの担いでいかないとダメですね。ただあの小川の場合ですね、それを完全に防御した組手で戦ってますから、はい、さてこの組手争いから入るか、さあ小内入った、潰されます。先ほどの三谷戦、渡辺戦でもたびたび見せました小内刈りを見せましたが、何かちょっと頭が手に当たりました。6分経過しています。さあこれは締めに入ってるんですかね。そうですね、締め狙ってますね、はい。小川がかぶさりますと小川見えなくなります。捉えます。待て、さあ残り時間が3分37秒で止まっています。お互いに注意を受けています。したがって目に見えるポイントでは差はないんですが、やはり攻めの数、攻めの内容を見ますと小川がだいぶリードしているということでしょうか。そうですね、最初大違いでですね、効果相当の技を取ってるんですね、はい、それも効くでしょうね、うん、どうしてもここが今まだ3、これで4本目の技ですからね、はい、背負いに入りました。
お互いにスタミナ十分です。ただ少し小川が疲れてきましたよ。そうでした、まあ、近いところから見ている上原アナウンサーにもその表情を伝えてもらおうかと思いますが、まあ、やはり疲れてくるでしょうね。これだけ体格差があって ね、もう7分経ってますからね。さあ出たのか、一本、一本決まった。小川ついに仕留めました。軽量の小川を破りました。連覇達成、大会史上6年目。勝った小川に対して、そしてまた小川に対する温かい拍手もこの館内いっぱい含まれています。大健闘の古賀、小川最後は重量級の意地を見せました。しかしいい試合でしたですね。いい試合でした ね、あの小川です、あの小川はですね、はい、小川の足で一回止めてそれから持ち跳ね上げてるんですね。はい、最後は見事に決めました。ここまで表情を見ていましてもあまりあれですね、疲れた表情は見られません。そうですね、審判団協議、はい、指導が注意に変わりました。しかしながら両者ともに与えられた注意、両者イーブンです、はい、この2人はですね、まあ、大学卒業して、まあ、今年卒業しましたけど一番脂を乗り切ってる年なんですね。なるほど、はい、なんかスタミナもありますし気力もありますしですね、まあ、カードとしてはこれ以上面白いカードはないというんですけど ね、お互いに牽制し合うような形、外掛けを見せました小川。これだけ体の大きさが違います。193センチ130キロの小川、169センチで75キロの小賀、大内刈りの小川。こんな風に突っつかれるとですね、小川にとっては非常に不利ですね、はい、さあこれからどうでしょうか。寝技に持ち込むことができるかどうか。5分経過、ちょうど試合時間の半分経過しました。待て、こちら小川、東京都立八王子高校から明治大学、そして今年 JRA 中央競馬会に入りました。こちら小川、柔道の名門の世田谷学園から日体大、そして現在は日体大の大学院です。上村さん、まあ、左側の古賀といえば背負い投げ、背負いといえば古賀と言われるほどの技を持っているんですが、中島市に生まれて6歳の時から。一方の右の小川は柔道を始めたのは都立八王子高校に入ってからです。さあ決勝10分スタート、左を強引に掴んだ。小賀きついですよ、こうやられると。そうですか。169センチ。さあこれから体を返そうという小川、耐えるか、場外です、うん、よく逃げましたね。よく逃げましたね、危なかったですね。こちら小川は193センチで130キロ、小川169センチで75キロ。まさに大人と子供の体格差があります。この両者が同じ試合場で戦います。小川の場合うまいんですよね、ここのところが、はい、小川の頭をですね常に下げさせようとしてるんです、うん、そしたらですね前に出てこれませんからね、はい、そこのところ引き手を持って攻撃をしていくと。そうですか。そうすることで小賀のスタミナを消耗させることにもつながるんでしょうか。そうですね、小賀の動きを封じることができるんですね、はい、両者にまず教育的指導が与えられました。もっと積極的に攻め合うようにということです。小賀は勝ちますと大会史上6人目の連覇達成です。小川はもっと動かないといけないですね、ええ、まあ、小川がですね確実に奥襟持って捕まえに来ますから、それと同じようにですね戦ってたらもうこれはもう面白くなくなります、はい、
もっともっと古賀は足を使わないといけないです。古賀もですね、はい、今までの重量級とは勝手が違いますから、戸惑っていると思いますよ今。そうですか。ただここで頭を切り替えていかないとですね、まあ、小川に前に取られてやられてしまいますね。さあここまでのところ見てますと、やはり小川が左の蹴りをじきっと掴んでいるだけにですね、小川は動くことがなかなかできない。もう完全な小川ペースですね今。小川ペースになってますね。3分経過します。残り7分です。どにた。いけないんですね。あれなかなか。小内刈りを見せました古賀。場内からの歓声は何か古賀の方にやや大きいかなという感じはしませんか。そうですね、やっぱどうしても日本人とはちっちゃい人がですね、勝ってもらいたいという気持ちを持ちますからね、はい、組み手争いです。小川も慌ててませんね、はい、あの別に無理に取り組んじゃなくて、よく相手を見ながら取ってますから。確かにあの155キロの準々決勝の渡辺はこの古賀戦で何かやりづらそうな感じでね、終始戦ってました。まもなく4分経過します。残り6分です。お互いにスタミナにかけては他に引けを取らない両者、まだなかなかかけづらいようです ね、あのやっぱりみんな知ってますからね、いいとこも出せませんし、はい、そしてやっぱりかなり体も違いますから、そう簡単には投げれません。そうですか。どのタイミングが必要となりますかね。やっぱりですね、相手大きいわけですから、あの相手今まで以上にですね、引き出してそれから、はい、あの担いでいかないとダメですね。ただあの小川の場合ですね、それを完全に防御した組手で戦ってますから、はい、この組み手争いから入るか。さあ小内入った、潰されます。先ほどの三谷戦、渡辺戦でもたびたび見せました、小内狩りは見せましたが、何かちょっと頭が手に当たりました。6分経過しています。これは締めに入ってるんですかね。そうですね、締め狙ってますね、はい、小川がかぶさりますと小川は見えなくなります。捉えます。待て。さあ残り時間が3分37秒で止まっています。お互いに注意を受けています。したがって目に見えるポイントでは差はないんですが、やはり攻めの数、攻めの内容を見ますと小川がだいぶリードしているということでしょうか。そうですね、最初大違いでですね、効果相当の技を取ってるんですね、はい、それも効くでしょうね、どうしても小川今まだ3本、それで4本目の技ですからね、はい、背負いに入りました。昨年バルセロナで行われました、失礼しました、ユーゴスラビアで行われました世界選手権で、小川もどうか、外です。明治大学の原監督も声をかけています。絶対に左を取らせるなという作戦が出ています。そうですか。相手は牛若丸だから振り回してもダメだとも言っています。はい、決勝は10分、まだ8分台です。先ほどの上村さんのお話ですと、この10分の前半はとにかく古賀が動き回ることが必要だという話をされましたね。そうですね、まあ、それをですね、小川は完全に組み止めてますね今、
今この状態だとですね、ここは技出れないですね。はい、2分経過しています。これまでとはやはり古賀少し勝手が違うなという感じでしょうかね。そうですね、もうやっぱり大きさが違いますしですね、古賀は2回戦上原、3回戦御嶽、準々決勝渡辺、準決勝三谷と両者に指導が行きました。2人に指導が行っています。届かないんですよね、古賀の足では。あの小川のですね、はい、ところの深さといったら日本人離れしています。だ小川の小内刈りでした。普通の重量級でしたら足が届くんですが届かないです。なるほどね。こうしたの足の裏の大きさ見てましても全然違いますね。そうですね、まあ、30センチ越してますからね。小川はしのがないといけないですよ。ここは、ここは小川としてはなんとかしのがなければ体勢が悪くなりますが待て。